りちゃんは、うん、作れない、作れないくせにお菓子作りが趣味、作れます。いや作れます。エムロンの趣味は鼻を伸ばすね。違う、ごめん、ほんとがかっこいいよね。してない、してない、ごめんごめん。エクセちゃんの趣味はお茶を飲む。あ、合ってます。と動物に行くことでしょ。違う。カレンは、カレンなんだろう、料理。カレン料理が趣味だと思う。え、すごい美味しい。カレンが作る料理、うん、フレンチトーストが一番美味しいって食べたことそれしかないんだけど。K-POP 変顔、ね、変顔。あ、あと一人卓球。やってた、一人卓球やってた。あれ特にマジうまいからね。マジうまい。時々ね、あーって追いついてくる。やっぱ17歳コンビこっつくじゃん。あ、18歳コンビこっつくじゃん。一人になるの卓球もさ。何笑ってんの。卓球もさ、相手になるからさ、一人でやる。走るんだよ。こっちパンってさ、向こうじゃん。すごいね、早く走るの。そこの場面なんか一人で、あーあそう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 。エムロンの趣味何？趣味何してんの？でも生活感ないよね。なんかない。何してんの普段？何してる？え、一人で映画？もう行く、全然行ける。友達いる？いるよ。いるって。悲しい。いる。あ、いる。いる。うちが友達だから大丈夫。大丈夫。何本当に何趣味？趣味？趣味？うん、ミニチュア。あー言ってたね。言ってた。こんなやつ自分、あ、分かった、自分がちょっと硬いねえ、だから違う。あ、ちっちゃくなりたい。ちっちゃくなりたい。どんどん集めてるわ。なるほど、だからか。納得した。なんかさ、でもさ、うん、ちょっとさ、本当に当てはまっちゃいそうだから、なんかさ、ちょっとなんか本当みたいじゃん。エムロなんか素直すぎて、なんか先生になんかちょっと歩き方とかが女の子らしくないから、もうピンクのものとか持ちなさいって言われてて、でそれで本当にエムロン次の週になんかピンクのイヤホンとかピンクのズボンとか、今はピンクのちっちゃい、もうガタイでかいのに入らないかわいい。傘をさして歩いたりとか。最近本当ピンクだよね。本当ピンクだね。でも私がさ、こうやってやるとさ、キモい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 、ほんとキモい。なんかカメラ向けると、やめた方がいいよ、そういうの。そう、こういうのする。バカにしてるよね。してないって。やっぱ変わった方がいい。ね、ダメ。やめて、本当やめて。ダンスレッスンに関しては今日はもうボロボロだったじゃん。はい。5人での一体感もないんで、まだ、うん、楽しいだけになっちゃってるよね、まだですね。お仕事する相手としてお互い厳しい目で見れるように少しずつ明日から意識していけたらなと思います。ですね。ほんと今日はボロボロでもう叱られまくったんですけど、メリハリもちゃんとこれからつけていかなきゃいけないし、これからこう5人で集まることが本当に多くなるんで、オンとオフをはっきりつけれるようにしたいです。ダンスのその自主練の仕方も今日ちゃんとみんなで考えれて、それをちゃんと自主練をしてから踊れる、踊りたいです、これから。はい。そう、言われてることがすごい図星というか、もう自分たちでも多分みんな分かってたと思うし、なんかこれからはもう本当に気持ちを切り替えて、今はこれする時じゃなくて、こういう、なんだろう、これする時だよとか、なんかもうちょっとみんなでなんかなーなーになるのではなくて、ちゃんと言い合えて、なんだろう、もうお互いに高め合わないと、なんかそれぞれが頑張っても意味がなくと思って、私はみんなで一緒にいいグループになって、楽しむ時は楽しくして、頑張る時は頑張って、なんかとりあえずもうみんなも分かってると思うから、本気でもうやらなくちゃいけないなと思います。できてると思ってても全然足りない部分も多かったし、なんか途中先生が言ったことがなんかすごい図星のこと多くて、なんでそんなところまで見えてるのみたいなのもすごい多くて、もっと頑張んなきゃいけないなって思ったし、なんかグループとしての一体感がなんかまだまだ足りない部分もあるので、
そういうところを伸ばしながら、いろんな面でも明日からさらに成長できたらいいなって思います。頑張ります。今日本当は2曲する予定で、でもこの3時間で1曲しか練習できなかったし、それはなんか自分たちの集中力のなさとか意識のなさの問題だなと思って、こう言われたことをスパッとできるように、頭の回転もなんかよくしていかなきゃいけないと思うし、明日からはもっともっと集中力とかを高めて、みんなとのまとまりもよくして、こうズバズバ言い合えるようになっていきたい。明日は慣れるようにレッスンに挑みたいと思います。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみー。